ではまず安藤さんよりお願いいたします。えっと今日はこんなたくさん雨が降る中お越しいただきありがとうございます。えー、あのまだカンヌからこう戻ってきてこうちょっとうんなんていうんですかふわふわしたような興奮したような状態のままこうやって初日を 迎えて皆さんとここでお会いできてあの嬉しいです短い時間ですがよろしくお願いいたします授賞式の雰囲気というかえっと今回は本当に前回はパッといて自分たちの上映の時だけ参加して帰国してしまったんですけど映画祭をもう全体的に感じることができてあの他の あの映画の上映とかも参加させていただいたりとかしてよりで授賞式に出た時にあ本当にそこにいられるっていうことはそしてこうやってその本当に素晴らしい瞬間をこうあの場所にさせていただいてものすごいことなんだなっていうことをこう実感したといいますかすごく。 素晴らしい経験をさせていただきました。もう大興奮でした。角田さんは本作がカンヌに出品されると聞いたときはどんなお気持ちになりましたか？はい、でしょうねと思いました。もう分かってた、ええええ。分かってました。もう本を読んでも読ませていただいたときから、あもうすごい映画だなと思いましたんで、でそれが本当に視聴会でね見させていただいて映像になっていや本当にす素晴らしくて。うん すごいんですよ。黒川君とかも、柊君とかも。いや、もう、あ、これはもう、あ、あ、カンヌで評価をされるでしょうよという。そういう思いでいっぱいでした。<ー>案の定でした。はい。えー、予想通り。はい。予想通りです。ちなみに、東京ゼロさんのメンバーの皆さんは。は,はい。何か。え、だ、そういうニュースが流れた時、三人で一緒に仕事をしてたんですけども。やっぱその楽屋のテレビで見ながら、やっぱり飯塚さんとかは。 やっぱすごいねと改めてすごい作品に出させてもらったねみたいなことをやっぱ言ってくれましたしで豊本さんはそれを聞きながらこう,うんって言ってくれたんで <laughs> 同じ思いでいてくれてるんだろうなと、はい、思いましたね、はい、なるほど今回あの本作のプロモーションは今日の初日舞台札が初めて,、ね、初めてということですけれども是枝、はいはい、組での撮影というのはいかがでしたかいやものすごいやっぱ 緊張しましましもう必要以上の無駄な緊張感を持って現場に行ったと思うんですけれどもでも現場の雰囲気というか空気がすごく穏やかで、はい、はやっぱり是枝監督のやっぱ出す空気というか口調とかも本当にあのご丁寧で優しいんですよだから逆に怖いっていうのはありましたよそのなんかね、まあ、怖いって言うとあれですけどもでもそれはもちろん,あのん現場の,その本番になれば 嫉妬こう引き締まった緊張感はあるんですけど、監督さんのもと、温度スタッフさん一人一人が。こう集中されて、こう一つのものを作るっていう感じ、なんで見てるんですか。ちょっと一言よろしいですか。本番中にめっちゃ笑かしに。来てましたね。いやいやいや、ありました。け <laughs> 今、記事。 いやいやいやあいありませそんなことはしませんよちゃんとちゃんと出よふざけてるんですかいやふざけてますやめてください真面目にやってないですか真面目にやってますこれから見ていただくの真面目にやめてくださいだから余計なことはあまりないと思いながらもうちょっといやオーマシですよ余計なことは言っちゃいけないって思いながらどうしてもちょっとすいませんでもなんか本当なんか大声 がなんか飛び交いそうなイメージっていうのは現場ってあるじゃないですか。われわれ普段いる現場特に声のトーンがお高い。やっぱお笑いだったりするんですけども。なんかそういうなんか。大声であんま聞いてない現場だったなみたいな。これからご覧になるお客様ですか。角田さん出てきたら。ああふざけてんだい<や> <laughs>。そんな。一つもないわ。ない <laughs> 一つもないです。はい。はい。いはい。角田さん。俳優角田さんは是枝監督から見て。はい。 いかがですよすごい質問するなこれどうすればいいんだろう見る前にあんまり喋るとあれなんだけどでもあのあのお笑いをされてる方の中ですごくお芝居上手な方時、まあ、時全部じゃないんだけど時々いるんですけど角田その一人。あのとてももちろんセリフの間合いの取り方は。 あの素晴らしいんですけど、が画面の中の。にいるポジション取りがすごく上手なんですよ。本当ですか。うん。<laughs> その質問してもらってありがとうございました <laughs>。<laughs> すごく的確なところに。あの。ちゃんと動く。タイミングよくフレームに入ってくるっていうのは。これもう本当に。天性の。ものだと思いますけど。素晴らしい、素晴らしかったです。<laughs> と言われてますよ。ああ、もう、本当にもったいないこと、ありがとうございます。本当にすみません。 感謝します。渡辺さん、はいます。マネージャー、そんな角田さんの勇姿も、皆さん、ぜひご覧ください。<laughs> <laughs>